はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回ね、ボスのパックンドラゴン倒して終わったんですよね。というわけでですね、今回はその続きに行きたいと思います。ちょっと剣装備しておきましょうかね。さあ行きましょう。さてさて。どうしようかな。どうしようも何も、そのまま行くんですけど。あった、よし、はい、行きましょう。今回は行くぜよ。ほい、溜めてるねー。で、行けないねー。溜めてるから、はい、おいで。走ると溜め、あ、そうだな、溜めなくなるから。何か様子が変だぞ。何？皇帝、死んでるよ。一体何が？何だって？祭壇の向こうに通路があるよ。前はあんなんなかった。じゃあ早速行ってみましょうかね。来たわね、坊や。皇帝がやってるのはお前か？その通りよ。マナの要塞さえあれば私たちが世界の王ですもの。私たち？他に誰かいるのか？タナトス、来てたのか。久しぶりだな、諸君。ディラックは無事なの？もちろんだよ、お嬢ちゃん。彼は間もなく私の生まれ変わりになるのだからね。どういうこと？そんなことを知る必要はなくてよ。さあ、タナトス様は要塞へ。シークやゲシュタールの仇、今こそ晴らさせてもらう。お前らはここで死ね。ちょっと待ってよ。で、ボス戦なんだよね。ちょっと噛んでもうたってか、詰まってもうたけど。なんか、ラミア系やな。よし、行こう。で、こいつはですね、いろんな魔法を使ってくるので、プリムの魔法で、カウンターマジックとかで跳ね返してもいいんですけど、そうすると回復がちょっと追いつかなくなっちゃうんで、ここは、ちょっと、ラミアンナーガのヘイスト、あ、ちょっと待って、そう、こいつちびっことかにしてくるんだよな、めっちゃめんどくせえ。まあ、ちびっこはね、すぐ回復できるんで。だから、クリティカル率を上げつつ、当たんない、はめられてる。逃げよ、逃げよ、みんな。あれ？これ全体攻撃でき、全体化できなかったっけ？ちびっこハンマーって。何食らったこいつ今。ちょっと待って、ちょっと待って、ウィンディー、ちょっと、ちょい、で何食らうかなこいつ。黒魔法とか、イビルゲート、ダークフォース行こう。ちょっと待ってよ、プリム、なんで魔法やってくれないんですか。やってください、魔法サボるな。もうサボんなっつうの。フリーズレベル高くね？しかもフリーズめっちゃはめられてるんやけど、どないしたらいいの。ちびっこにらみやたら、あ、ミスった。ちょっと待って、事故、今の。はい、行こう。あ、ミスった、もう、ちょっと待って。本当に待って。なんか自分一人で遊んでる気がする。はい、出たー。ちょっと待ってくださいー。ちょっと待って、123も食らう理由が、ちょっと俺にはわからないんですけど。ちょっと待ってよ。なんか、ちょっとプリムは、
ランディで。よし。アンチマジック何も食らってねえな。はい、ちびっこ、ちょっと待って、クリティカル 57？ ちょい、ちびっこになっちゃった。ゼロン。51。ポポイの魔法レベルが上がった。よし、ポポイのジンさん、よし来た。ジンさんやって、あ、ちまって、プーリムじゃないわ、ちょっと待って、ランディ、あーうち、ちょっともうちょっと後ろ下がっといてくれていいよ。出た、あ当たんねえのな。これって一応魔法、あ、唱えれるんやな。よし、あ、回復量あるからいいや。ちびっこでも全然問題ないよ。どうせ攻撃しないしな。45って、49、アンチマジック食らってもうた。はい、あ、エナジーボール1になってる、ラッキー。53、179、よし。ポポイもちびっこか。よし、はい、アンチマジック食らってもうた。結局アンチマジックの効果っていまいち知らんねんけど、あのかかってる魔法無効化でいいんかな。すごい、二人が見守ってる形になって思ってる。まあええわ、まあええんやで。で、自分ぐるぐるするっていう。クリティカル55って低いよな。あ、これでいいわ。なんかはめれてるな、ラッキーなことに。よし、へい、あれ当たんねえんだよな、当たんないな。あ、ちびっこになっちゃった。ランディのちびっこを直しましょうかね、すぐ。はい、175、よし、やっぱちびっこにらみになるとあれか、ゼロ。そうなったな。47か、ちょっと待ってよ。なんか食らわねえのかな、なんかポッポッぽぽぽぽい、ちっちゃいんかなこれ。あ、ちびっこになってるわ。いろんなことを いっぺんにやったぞ。アウチ。おし、来た、やったぜ。なんか、とりあえずね。
頑張った。やったー。でも MP ないんだよな、これ多分。無知パワーアップ。そんなバカな、タナトス様、なぜ？いや、それは、な、それは知らんわ。さあ、奥行きましょうかね。なんかちょっと、共鳴とかできひんかな。共鳴と、してもあんまり、いきなり、ボス戦かよ、ゲスタール生きていたのか。てんてんてん、それはゲスタールであって、ゲスタールではない。私の古代魔法で蘇らせた魔法機械生物よ、ほほほ、哀れな戦う人形さ。なんてむごいことを。むごい、むごすぎる。で、とりあえず、あーうち、ちょっと待てよ。こいつ、今、俺、直線上にいるから当たるな、確実。やっぱり、ディテクト。よし、4327、マシンライダー3にクリティカルで、あー、カウンターマジックあんのか。じゃあ、魔法使えねえな。8? あ、ありがとうございます。プリムさん、やりましたね。やったぜ。ただの、ただのドジやん、こいつ。普通逆やろ。クイックやってからカウンターマジックやるやろ。アホやん。ちょっと待ってよ。あ、痛い。いや、クリティカル5を食らってくれるとか、くれるとかめっちゃありがたいんやけど。ほ。よし。8か。当たんねえな。あおち、魔法がない。魔法のくるみで回復させて。怖い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 。おお、ナイスクリティカル、ありがとうございます。いやー、ラッキーやな今回。まさかのまさかの、だってね、えだって普通に考えたらね、逆でしょうって言いたくなりますよね。やけどやってもうたでこいつぐらいな今回のボスやってもうたで。よし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 、でもこれで普通にやれるんじゃね。なんかみんなが十何歩とか食らわせちゃうから、俺与えるタイミングないっていう。あれ、いいや、じゃあ先にちょっとヒールウォーターしといて、ランディ気失っちゃったなで、そっからのよいしょ、ラッシュボール、じゃあエナジーボールやって、お、63。よし、いいよ。お、いいね。あ、ミスった。お。なんか普通のクリティカル強えんだけど。痛い。エナジーつけてるより強い気がするんだけど、気のせいかな。単に攻撃力が高いだけかな。お、痛い、地味に痛いです。てか多分こいつ MP なくなったな。カウンターマジックもクイックも使
使えなくなったぞ。こいつって機械って言ったから雷に効かない。カウンターマジックされるかな。あ、跳ね返っちゃった。やっぱり118か。カウンターマジックって切れないのかな。よし、いいよ、ルナに、ナイス。11とか地道すぎる。当たんないなぁ。ちょっと待てよ。いや、その、ちょっと待って、待って待って。しまいに弾かれるっていう。よし。よし。296、でかいな、誰だ。え、めっちゃ羨ましい。めっちゃ当てたい。296とか当てたい。よし、これでも。ちょっと待ってよ、待ってよ。あ、気失っちゃった。気失っちゃった。いいや、その間に。エナジーボールつけといて、で、起き上がりからの、よし、463、来た、いいよ。よし、これでいこう。まあ、ほんとは100で攻撃していった方が絶対効率は良さげなんですけどね。よし、来た。来たぜー。ふぅ。いやー、硬かったー。やったー。無事に、やりましたね。あ、ミスった。最悪や。このパターンに陥ってしまいました、皆さん。またです。ということで、やり直してきます。では、そこまで、カットしたいと思います。カットカット。はい。というわけで、戻ってきました。やっと倒した。ふぅ。イエーイ !2 回目のイエーイ特に死んだわけでもないけど、バグって進めなくなったぜ。イエーイ。よし、槍のパワーがアップと。いよいよ、要塞が始動する。古代大陸が沈んでしまうよ。逃げなきゃ。一瞬にしてフラミーに乗ったけど。わあ、やば。わあ、ナッツ。え、なに、これは、どうするみんな。え？あ、これか。これに入れないんだっけ。あ、入れないんだ。オッケーオッケー。じゃあ一回ちょっと、下に降りましょうかね。降り、れるよね。よし。わあ、みんながいる。ジェマ。ランディ無事か。我々もなんとか脱出することができた。という、とうとうマナの要塞が復活を止めることができなかった。聖剣もまだ。間もなく、マナの神獣が現れるだろう。要塞の火力と神獣がぶつかれば世界はまた滅びる。だが諦めるのはまだ早いかもしれん。かつて賢者ジャッハ様から聞いたのだが、世界の外れにマナの聖地と呼ばれる禁断の地がある。普段は、厚い雲に覆われ、空からでも入ることはできん。しかし今は違う。要塞の動力はマナエネルギーだ。マナの要塞が残り少ないマナの力を奪い続けている。マナによって守られている聖地を覆う雲も少なくなっているのではないだろうか。マナの種子はマナの木の一部、種子と共鳴することにより力を回復してきた聖剣だ。マナの木そのものと共鳴させれば完全に蘇らせることも可能なはずだ。じゃあまた希望はあるんですね。僕ら聖地に行ってみます。おお。
まだ誰も踏み入れたことのない禁断の地に何があるかわからない、気をつけていけ。ありがとうございます。クリス、みんな無事でよかった。怪我しない、無理しないで、ほら回復してあげる。いや回復してくれんのはいいねんけどな、 MP 回復してくれへんやろ。ちょっと待って、逃げんなっつうの。神殿の中でも仲間が待ってるよ。はい、ありがとうございます。じゃあ早速神殿の中に行きましょう。おおお、マリクト、あの皇帝が部下の裏切りによって死んでしまうとは、なんと因果なことよ。うん、プリム、私あなたにひどいことを言ってしまって。うん、いいの、心をコントロールされたんだもの、仕方ないよ。私、ディラクと幸せそうなあなたが妬ましかったのかもしれない。心のどこかに傷があったからタナトスに付け入れられたんだと思うの。私を許して、パメラ。さあこっちを向いてよ、私たち友達でしょ。え、そんな、なんかあれ、嘘。プリム、ありがとう、ディラックを取り戻せるよう祈ってるわ。なんだこいつ、うん、ちょっと切りたいわけでもないけど。プリム、ありがとう、ディラックを取り戻せるように。せっかく皇帝が倒れても世界が滅びてしまうんじゃ意味がないよ。うん、確かに意味がないんやけどな、意味がないんやけどな。よいしょ、ランディの魔法切れましたね。確かなんか裏にいなかったっけあいつ。わあ、何もなかった、誰もいなかった、残念。あ、いた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 、ニキータちゃん、にゃんと、ついに行ってしまうんですね。皆さん頑張ってくださいにゃ。にゃると、やはりここでらでしっかり装備を整えるしか、あ、まあ整えようかな。特に何も買うものがないんだよな。あ、聖なる、あれ、天使の聖杯、これ何、樽って何。ちょっと買おう、ちょっと欲しい。4個、4個買うよ。で1、10、100、1000、3万、6万5500、13万しかないんだよな。ガントレットが37500、他にはいい、またお越しください。そうやな、装備はドラゴンヘルムに、ラピスの腕輪にバトルスーツ、いや多分強いんだろうな、6万5000もするってことは分からんけどさ。ガントレット1回1個見ようかな。いや、ニードルヘルムで、ニードルヘルムでちょっと確認しようかな。ほっほいっと、ニードルヘルム、うおわ、140つえ、買うわ、ごめん、ちょっと買うわマジで。いや買うわ、ちょっと普通に買うわ、うん、全然買うわ。はい、これで、うわー、ガントレットも欲しいな、そうなると。あ、そうか。売る、売ります。樽の意味が分からんからな、どうしようもない。なんかそんな言うほど売れないっていう。あ、ダメだ、2個ぐらいしか買えない。いいや、もう行こう。はい、ありがとうございます。こいつは何だろうな。うおーららら、ら、海よ、お、サンドシップいいだな、お礼だよ、セルゲイさ。他の兵士はメレリアって提督の船で脱出したよ。不思議と海が沈んで、沈まったんで船が出せたんだ。はいはいはい、モリエールを心を入れ替え、掃除係からやり直してるぜ。モーリエ、誰し。まあとりあえずね、行きましょうかね。いやでもなんかワッツがいないな。ちょっと装備、装備っていうかね、防御もなんでもない、武器強化をしたいっていうだけ。
なんか、ちょっと待って、じゃあ、あ、まあ、今回はね、とりあえず、わあ、ちょっとびっくりする。いきなり光るとびっくりする。とりあえずね、今回、塗装備の強化して、終わろうかな。うん、そうしましょう。で、とりあえず装備の強化の場所を忘れたっていう。サウスタウンじゃどこだっけな。あ、ここでもないぞ。どこだ。ここも違うな。ちょっと、おじいさん邪魔しないで。あれ、ここだっけ。あ、違うな。あ、いいや、ちょっと、今回終わろう。はい。ではでは、ご視聴、ありがとうございます。ではでは、バイバーイ。